クジラ号のゆかりです。いつもクジラ号にご来場ご出演いただきありがとうございます。今日は MC についてというか、皆さんが MC をしていただいたものを動画にまとめて、それを編集して、お送りしたいと思います。で、 MC というのは、ミュージシャンが曲と曲の間に雑談みたいなのをするんですけども、いつも後ろの方でステージを見守っているとですね、いろいろな MC ミュージシャンがされるわけですね。で、その MC によって、ステージの流れが変わったりとか、お客さんの反応が変わったりっていうことが本当にあります。それを、一番後ろの席で見ているので、やっぱ日々MC というのは重要じゃないかなっていうふうに感じたりしています。で、その MC を、撮ったものを動画にまとめたので、ぜひ見てください。で、クジラ号にもしいらしたことがない方がこの動画を見ているなら、ぜひ来ていただけると本当に嬉しいです。ではお届けしますので見てね。もうやっちゃいましたけどね、男組だってできるからね、練習してきたから。それ俺だけか、みんなはあるか。いいよね、ね、クジラ号さんがあってさ、みんなおってさ、レッドホリッドチリペッパーも来とうけど、みんなここにおって、先こっちかな。年末あたりからなんか暗いニュースばかり続いとってから、嫌やなと思ってね。でもね、最近よく考えるっちゃうね、僕やっとってからね、いつか僕たちの時間も終わるわけじゃないですか。でもその時までなるべくだったらかっこよくいたいなと思ってて、なるべくだったらね、ストレスがなく、なるべくだったら好きなことばっかりやってね、生きてきたらかっこいいなと思っててね、そんな先輩たちに憧れて福岡県から東京に来ました。でもまだめっちゃかっこいい人たちいっぱいおるばって、おらんくなる人たちもおったりして、なんかそういう人たちの曲は残るけんね、なんか俺たちしようことってなんかちょっとでも意味あるんやないかなと思ってます。そんな先輩のやつを、ね、決していつもこんな感じじゃないですよ。いつもはね、こうブーンってなってますからね、そんなこと言ってますけどね。ね、もうね、次のね、曲ね、探してんだけどね、別にテンパってないんですよ、全然出てこないのね、次の曲が。ローガンズ、もう見えんと。それでね、次の曲聴いてください。加藤大丈夫ですか？大丈夫でした。星屑自分のマイクです。大丈夫です。では続きまして、次は群像劇を読んでみたいと思います。夫が死んで、そして、妻、長男、次男、三男、群像劇となっております。では読んでいただきましょう。埋蔵金。歌に宿る思いももう、こんなに長く続くとは思っていませんで、本当に皆様のおかげ、一人
人ではね、こんなことできませんのでね、ゆかりさんともう15の時からやってますよねそうですね嘘つけよ20年前ってすごいですよね、うんうん、私も すごいよね。ギター弾けなかった頃合わせてもまだ15年行ったかどうかぐらいですね、うん、はい、それが15の時15の時ですね今日もずっとこれでいく感じですかね、うん、ではあの新しい呪い歌を聴いてください。う闇に願いを。闇に。こんばんは。もう一回言ってみたけど、二回目は来ない。マイクがちょっと遠かったわ。生歌でいっちゃうですから。かっこよく始めようと思ったのに大失敗ね。着が悪いね。自分で言うの。今日はクジラの絵ようこそ。夏になるとクジラ肉が送られてきた。案外大きくてさ、焼くしかないよね今日はフレイヤちゃん、そしてクジラ号企画、年齢不詳の女たちが歌う夜へようこそ。そこパーラスシュートメロディー横浜健さんが出てきました。思い出した思い出した、去年聞いたの思い出した。あ、そっかそっか、シュノさんとやっぱりこの曲やりましたか。そうなのレパートリーに入っているドラマです、これは。じゃあ、まずね、あの、日暮さんは知ってると思いますが、我々のプログラムの中で中時間、そうです、中時間が今日もやってきました。中島くんはですね、去年、一昨年ぐらいからあの、まあ、ずっとなんかこう歌詞とか譜面を見て弾いてたんですけど、そんなもんやめろと、俺禁止令を出してから持ち曲結構あったんですけど、そっからね、持ち曲が3曲ぐらいに減りましたで、3曲でしばらくやってたんですけど、なんか今日、1曲覚えてきたっていうんで、次もカバー曲ですけど、ね、初めてワイルネスハーモニカ前のやつやりましょう。怖いな歌詞がね、ぐちゃぐちゃになっちゃうんですよそこは日本語で歌ってもいいやつ。あ、いやまあね、そんなね、ところがそんな適応能力ないんですよじゃあブルース、そうそう、ぐちゃぐちゃになっちゃうさあ、何の曲をやりましょうか。キートゥーズハイウェイ。キートゥーズハイウェイ。よし。